どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グルリインボーク、激闘ロジューラの決戦の A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。今回の占領戦、特攻持ちはですね、6体、この6体います。で、この6体ですね、フル強化完了していますので、全員特攻持ちかつ、フル強化のキャラクターのみで、パーティーを組んで、やっていきたいと思います。では行きましょう。初めてだね、特攻のキャラのみでパーティーを組むっていうの、なんか前衛特攻3人とかは、今までは何回かあったと思うんだけど、6体全員が特攻っていうのは初めてですね。で、このクエストは多分なかなか難しいんで、慎重にやっていきたい。ミスったね、これ。火を前に置くとあれか。とりあえず、ハイセイでブレイクするとして、まあ、普通に殴っていきますか。いけるでしょう。久しぶりにこう適当にボタンをポチポチするけど、これなんか一気に連打できなくなった、もしかして。あ、待って、特攻ついて、あ、やべえ、しくったな。これ特攻ついてたらあれだね、全然フリ属性でもゴリゴリ削れるね。危な。で、エトで倒すかな。倒したね。さて、2フロア目、闇のアモンさんですね、グーラモン。じゃあ、ここもスキルだけ貯めて、ブレイクしなくてもいけるんじゃないか、これ。あいつ防御力低いからな。敵になったらどうかは知らんけど。一応、ウタさんなら残しておくか。オールは結局23ぐらいあるのかな、アタックポイント。まあ、それぐらいあったらスキル1個って余裕で溜まるから、まあ、ガンガン使っていこう。んで、そうだな、ブレイクしちゃうか、ハイセで。ズン脆いね。で、次、ウタさんだね。角じゃウタさんだけど、火か。ハイセはちょっと不利なんで、ちょっと一旦、撃ちます、ウタさん。やば、まがまがしいんだが。なんかね、背中のね、かぐねがね、グミみたいに見えるんだよね。果汁グミ。腕がまあ、ぴょぴょって出てるのはいいんだけど、果汁グミのグレープ味みたいに見えちゃうんだよね、マジで。見えないか？ゴキブリみたいに見えるしね。言っちゃ悪いけど。ゴキブリだぞ。これあれだな。ハイセ出すか。ハイセ、死神ハイセな。死神ハイセ出すか。下がれ。おっと、スキルがたまらなかった。スキルがたまらなかったから、ここはハイルを出そう。で、ハイルでブレイクしていく。で、全員のスキルを貯めて次のフロアに行きたいところだが、これはいけるのかな？無理か、無理っぽいな。じゃあ、一応廃炉打って、ドゥルルル、次のフロア行くと。で、最終フロアはヨモさんですね。とりあえず、死神ハイセ打って、あー、でも10削る、そう、こいつね、死神ハイセね、一番最初に実装された武器耐久値マイナス10モンスターなんですよね。そう。このポケモンめっちゃ強力で、最初に実装された武器耐久値マイナス10だったと思うんだけど、でもそれがね、もう確実に打っときゃブレイクできるんだけど、難しい。ゴリゴリ削るのが、なかなか難しい。じゃあ、とりあえず、入る。まず、ハイセを打って、ハイルにスキル回すみたいな立ち回りでいこうか。んで、オッケーオッケー。ああ、これ普通にブレイクできるな。じゃあ、ブレイクするの、待って、ブレイクバースト持ってんのって誰だっけ？ブレイクバーストを持ってるのは、ハイセかな？ハイセだね。ハイセがブレイクバースト持ってるから、ハイセでブレイクさせたいが、これできんのかな？ハイセ君スキルたまんない？もしかして。ね、12、これ打てるよね。 OKOK で、ハイセでブレイクと。危ね危ね危ね。アタックポイント覚えとってよかったわ。で、ハイセのスキルを打っていく。さあこのターン中に決めたい。いややっぱ死神ハイスかっけえな。これで倒れない。有利属性だし特攻だしゴリ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 。おお強強かったわさすがに。はい、ということで、初めてですね、ここに来てやっと特攻キャラクターのみでパーティー組んでね、フル強化した特攻キャラクターのみでパーティーを6体組んで、クエストをクリアすることができました。あれ、今あれか、歌手に入ったな、そう、まだこの激闘路地裏の決戦、全部周回しきれてないんですよね。うん。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。